食べれば食べるほど環境に優しいという地魚アイゴに注目しています。そのアイゴを天野さん調理してくれるということで作ろうと思って。タイに似てるっつったらタイ飯ってあるじゃない。 ありますね。秋の味覚のキノコも入れてやろうじゃないかと。平戸ロマンもあるじゃん。そうなんですよ。知ってんですか。長崎県産で平戸でしょ。そうそうそう、有名な平戸ロマン。あと他のマイタケ、マイタケ、マイタケ、マイ、あ、98円。安い。やるぜ、マイタケ行こう。マイタケね。うん。じゃあこんな感じかな。そば火結構カツカツだっていうんでこれでいいや。違う違う違う、何がカツカツって金がちょっと待ってよ。予算が確かに予算はカツカツですが、今回はもう一品作っていただきますよ。天野さんが探していたのはあるお漬物です。あった、これブラブラ漬け。当人な使ってんの。そう、長崎ではおなじみのお漬物、長崎の伝統野菜唐人菜を使ったブラブラ漬け、これを何に使うのでしょうか。このブラブラ漬け入れたらどうだろうと思ってたの。それで、さっきのさ、アイゴを、で食べるってのどうかなって思ったの。それもうまそうでしょ。おいしそう。おいしい料理作っていきます。いきます。さあさあさあ、はいはい、今日のクッキングはこちらでしていただきますよ。何ここ、はい、海からの風というところなんですけど、海からの風、はい、古民家風な感じだね。そうなんです、築150年以上のところです。ガリガリ、そうなんです。すごい。今回お借りした場所は佐世保市船越町にある古民家スペース、海からの風。風通しの良い広い空間にキッチン、バス、トイレが完備されていて、誰でも借りることができます。簡単仲良しクッキング。イエーイ。今日はスペシャルバージョン、はい、大好評の天野クッキングでお願いします。私はね、あの YouTube でも上げたりしてますけどね、天野飯、はい、素早く簡単にできる料理なんでね。なるほど。ぜひとも皆さん真似していただきたい、はい、クッキングスタート。まずはタイ飯にヒントを得たという一品目、使っていくのは刺身用アイゴと先ほど購入したキノコ類。これだけ？アイゴは刺身とか湯引きがちょっとメジャーな料理なんですけど、ちょっとタイと近いっていうところでヒントをもらってね、今日はね季節感を出すためにね、アイゴの炊き込み飯ちょっと作ろうじゃないかと、キノコも入れて。先生素晴らしいです。アイゴとキノコのね、はい、これ非常に簡単でございますから。これ今3合お米研いであります。まずは2つに割っただし用昆布と白だしを入れ、水を線より少なめに入れます。だしは濃いめに効かせるのが天野流。刺身をもうここで並べちゃいます、はい、結構歯ごたえありましたからね。ありましたね。ツマとかもね、一緒に炊いちゃえば大根ですから大丈夫ですから、そこら辺はワイルドにやってください、うん、そしてスーパーで見たキノコ、はい、もう何でもいいです、はい、しめじとかエリンギとかそういうのでも何でもいいんですけど、はい、舞茸はね結構ねお出汁が出るんでね、ぜひもんで入れていただきたいななんて思ったりしますけど ね、見つけたらね喜んで待ってしまうからね、舞茸って言われてますよね。なるほど、よろしくね。へへへへここで先ほど水を少なめに入れた天野さんこだわりの理由が、氷をね3つぐらいもらってもいいですか。氷、はい、氷、わかりました。承知しました。ちっちゃいやつでいいですか。ちっちゃの氷3つ、はい、じゃあ、これなんで氷を入れるんですか。これね、はい、冷たいところからご飯って炊いた方が美味しいんですよ、温度差、高低差だからね、家で炊く時もぜひね氷入れて炊いてみてください、早炊きする時もそっちの方がいいと思います。はあ、さあこれで炊飯スタートです。これでもう炊き上がったら完成でございます。非常に簡単でしょ。簡単ですね。ご飯が炊き上がる間に2品目を作っていきますよ。うん、続いてはちょっとね、はい、唐揚げを作るんですが、そこにね長崎のあのさっき漬物あったじゃないですか、はい、ブラブラ漬け、はい、あれがね非常に美味しいんで、うん、あれをピクルスの代わりにタルタルに見立てて、はい、その揚げ物に添えようじゃないかと。次はアイゴブロックを使って唐揚げを作っていきます。ブラブラ漬けを使ったタルタルソースってどんな味？早速ソースから作っていきます。
ゆで卵、うん、ちょっとジョニーちゃん、はい、せっかくいるんで、はい、もう一つ剥いてください殻を。あ、これですか。はい、わかりました。どうですかこの卵。ジョニーちゃん早くして。いや店はないんで。ここぐらいじゃない。ゆで卵を剥くのそんな山場にしないで。これぐらいしかないんですよ私の。ブラブラ漬けをちょっと細かくして。これね、ブラブラ漬け最高に合うわ。さっき味見したけど。料理初心者のジョニオさんもゆで卵を剥いたり汗を拭いたりと助手として天野さんをサポート。手術中みたいになってる。私失敗しないので。失敗しました。遊んでる場合じゃない。キング X。 普通にマヨネーズだけよりは全然、はい、あの栄養価もあるし、はあ、彩りも可愛いし、うん、これね目分量です。目分量。あ、結構いる。食べれますね。これもう混ぜるだけで。これでできちゃうの。簡単ですね。これでできましたから。これちょっと冷蔵庫で冷やしといてください、はい、ラップして。よーよーよー。すぐしまって早く冷やすぜ。そのラップじゃねえよ。えい。アイゴブロックは食べやすい大きさに切り、塩コショウで下味をつけ、片栗粉をまぶします。これでね、あんまり入れすぎるとね、温度下がっちゃうからね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。もうタルタルで食べるんで、下味は本当に塩コショウだけにしてください、はい、塩コショウだけ、シンプルに、はい、シンプルに、はい、これ仕上げとしてはね、真っ白な唐揚げというかね、そんな感じになりますよ。これ醤油とか入ってないんでね。醤油こと、うん、醤油こと。あとじゃあ、はい、10秒ぐらい。じゃあ、カウントダウン、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、十、九、何秒なのそれ。汗が汗が、ワン、ツー、もう10秒だよ。失礼しました。ワン、ツー、スリー、フォー、ジューって、はい、この感じ。わー、いい感じ。アイゴが喜んでますよ。未利用魚がこのような綺麗な盛り付けになり、うん、これをドバッと豪快にこのように盛り付けたら完成でございます。なんか長崎らしさ満載で、ね、しかも工程簡単。ご飯が炊けました。んご飯が炊けました。あ、どうぞご飯がね。いや、あ、武田鉄矢です。武田鉄矢さん。バーン、わー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 。キノコが多すぎてアイゴが見えないっていうね。でもちゃんと入ってますから。アイゴめちゃくちゃいい具合に炊けてると思います。わー、うわー、これうわ美味しそう。うわ、よいしょー、アイゴとキノコの炊き込みご飯最強のセット、アイゴ定食完成です。イエーイ。刺身用アイゴとキノコを使った炊き込み飯、長崎感あふれるタルタルソースでいただくアイゴの唐揚げ完成しました。試食タイム。イエーイ。まずはアイゴの炊き込み、うん、はいはい、どうぞ。うわー、切り身いっぱい乗せたから。いただきます。あれ、柵で買って自分で切ってもいいからね。どう、おいしい。だからいい。ほんと天野さん、プロの味。うわー、アイゴのお魚の甘みが引き出してる感じ、うん、増してる。天才か、俺は。鯛めしに負けてないでしょ。負けてない。負けてない。キノコ効いてますね、うん、白だしのところをめんつゆに変えてみたりとか、うん、長崎の方ならあごだしとかね、うん、ああいうパターンもいいと思いますよ、うん、続いてアイゴの唐揚げと特製タルタルソースのお味は。うん、うまっ。うわ、おいしい。うわ、こんな味になるんだ。合う。だからね。うわ、効いてる。歯ごたえいいですね、ブラブラ。そうそう、パリッパリッとね、パリッパリッとしてて、うん、想像でブラブラ漬け合うかな、タルタルって思ったけど、うん、ちょうどいいね。あえごて揚げたら中身がふわふわになるんですね、はい、うん、生の時はね、結構しっかりめのもちもち系だったけど、うん、別人というか、うん、ね、こんなに変わるんだと思って。これスーパーに今まで出てなかったんでしょ、うん、ね、もったいないよね。よくやってくれたよね、最後締めで。いつもあ、ジョニーちゃんが ネタでね終わる。アイゴやってた。ビシッと決めてよそれ。それで俺はあの東京に旅立つからさ。はい、うん、うん、アイゴーゴー、アイゴラユー、
I'm sorry. I'm sorry. お前未使用芸人だったの。餌変えて。